私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君、弱いもん。話せや、三ツ矢。殺すぞ。なんだなんだ。面白いことになってんじゃん。今、またしょぼいガキ殴っちまった。もしもーし、大丈夫ですか？もしもーし、大丈夫ですか？誰がじいちゃんですか？ああ、それは走馬灯ですね。心の底から嬉しいんだと思います。だから僕は、バスケが好きだし、みんなバスケが好きな、セーリンが好きです。それで、何があったんですか？桃井。口が地味にぐるぐる回ってるぞ、アホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと。こいつが！なんだ？聞くまでもねえ。ベルは押し量れる。例えば素人がプロの技術を見ても、何がすごいのかすらわからないように。見逃してきた努力を感じ取れないのなら、一矢報いることさえできない。何かからくりがあると思うよ。